彼は漫画家堀守。ただいま絶賛スランプ中。大丈夫、書けるよ。突然現れた3人の幽霊、書かせてあげる。彼らに誘われ蘇る記憶。おー、新作ですね。はい、この話今週中までに書いておいてください。春、これからは一人で書けそう。読みたかったな、その続きが。守るの物語は続いてく。それでも、ああ、これ何の話？この物語に春がいてほしかったんだ。バカ。春、守ると漫画描いてたね。明日も明後日もその次の日も。そう、彼は漫画家堀守。